どうも、キリハです。今日はですね、冒険者ランクが、30になりましたので、こちらの風流廃墟の、トワリン討伐をやっていこうと思います。かなりね、強敵なんですよ。推奨レベル50以上と、難しいミッションになってますので、基本的なトワリンの倒し方も含めて、解説していこうと思います。最後にはね、どんな報酬が手に入るのかっていうのもお見せできると思いますので、そちらの方も見ていただければと思います。何度も申し訳ございませんが、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。はい、こちらですね。この2段階目、冒険者ランク30から受けられる、暴風のように吠える竜の2ですね。推奨レベル50なんで、もう十分なレベルが必要になってます。ご飯もね、たくさん用意した方がいいと思います。それではやっていきましょう。パーティー編成なんですけども、基本的にちょっと私が持ってるのはもう星5を持ってないので、強力な元素反応を起こせる2人と、アタッカー、通常攻撃が強い、キャラクターと、回復役。正直、トワリンに至っては、バーバラちゃんがいると相当楽になりますので、皆さん持ってる方はぜひ育ててください。私はね、このパーティーで行こうと思います。星5を持ってる人だったら、もっと楽に終わるかもしれません。それではやっていきましょう。待ち時間ですね。トワリン待ち。はい。来ました。この状態で、HP の赤いゲージの下の白いゲージを削り切ると、スタン状態になって、かなり無防備状態になります。そっから攻撃開始といったところですね。なので、基本的にここでダメージを与えていきます。で、この状態で弓で攻撃したりっていうこともできるんですが、正直、被弾のリスクばっかりが上がっちゃうので、こうやって着地してきた時に攻撃するようにしましょう。もう正直、全然うまみないです。被弾のリスクばっか上がっちゃうんで。はい、ここで元素反応を起こしつつ攻撃をしていきます。はい、で、相手が倒れましたので、ここで登って攻撃します。で、元素反応を起こしつつね、ガリガリっともう頑張って火力を出して削っていくと。基本的にはこの流れです。で、一度スタンをさせると、はい、なんちゃらかんちゃらのフィナーレというね、中二っぽい名前の、技をやっていきます。これですね。はい、で、これをやられると何が起きるかと言いますと、はい、地面がダメージエリアになります。もうここにいるだけでダメージゴリゴリ食らうので、このできた上昇気流を使って横に移動しましょう。で、敵の攻撃はかわしつつ、で、横に移動していって、最初は2マスなんで、これ2マス超えるとダメージエリアじゃないところに行きますので、はい、ここからようやく反撃開始です。はい、ゆっくりね。まあ、ここはバーバルちゃんを使って回復に専念してもいいかもしれない。もうそこまでね、焦る必要はないです。あ、やべえ、めちゃくちゃ食らってる。焦って、少し焦って、まあ、回復しよう。うん、危なっ。こういったね、攻撃はしっかりダッシュで回避していきましょう。今のはね、ちょっとラッキーでした。あんまり当たらなかったんでね。はい、来ますよ。はい、着地で、今度は左から右の方に投げ払ってくるので、こっちからしっかり投げていきましょう。今結構しっかり武器レベルとかも上げてるので、私火力出るんですけども、正直ちょっとあんまり育ってなくて火力が出ないっていう人はゆっくりになっちゃうんですよ。なんで、ちょっとなるべく幻想反応で、今ダッシュでかわすとこですね。幻想反応で使って、最大火力を叩き出せる編成を見つけましょう。あ、来ますね。はい。今度は左からですね。必ず、なんかどっち、左右にどっちかに寄ってるんですよ。で、寄ってる方向から撃ってくるので、その反対側に走るようにしましょう。はい。はい、これで、ダウンしたので、もう一度上に上がり、元素反応セットを作って攻撃をしていくと。もうなるべく火力出してください。なるべく火力、ちょっとね、今元素反応ミスりましたね。ぬいぐるみが落ちるんだわ、シャンリンの。あのシャンリンのぬいぐるみがね、結構コロンつって落ちてっちゃうんですよね。もうあれがしんどい。
で時間をかけるとね、どんどんこの安全なエリア、このダメージ床にされちゃって安全なエリアがなくなっていくので気をつけてください。さあこれは回避だ、無理だった、倒せなかったですね。痛いんですよあれが。まあ、冷静に回復していきましょう。ご飯を使ってね、でちゃんとご飯もしっかり用意しておきましょう。でもうこういう果物なんかで回復してるような胃袋の余裕はないです。なのでこういったキノコピザとかね、あのできればこのハッシュドポテトとか、まあ、かなりあの回復効率のいいものをね使ってあげてください。これはもう横に、この突進攻撃は左右どちらかに寄ってれば回避できます。回避できます。焦らず行きましょう。はい、これはダッシュで回避。はい、という感じでね、キノコビザはリジェネも入るんでね、もうかなりおすすめなんですよ。もうめちゃくちゃ回復効率いいので、もうぜひぜひお試しください。キノコビザ愛用ですね、愛食してますね。うん、オタクらしくね、こうピザが大好きというねところを出していこう。ピザが大好きというところを出していく。さあどの攻撃だ、あ突進ですね、左右に避けましょう。 OKOK、 まあ大体ね左右にどっちかに寄ってた方がいいっすね。中央にいるとかわせない時が出てくるんで、はい、左に寄ってるんで左から打ってきます。なので、右に寄って殴りましょう。そう、もうとにかく火力を出す、もうこれにつきます。でここでダウンを取る、で元素反応ですね、ここで元素爆発を起こしてなるべく火力を出していく、これの繰り返しですね。あいいね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 、あいい感じで元素、あカフカフ合ってますね。もう落ちましたけど、ぬいぐるみが落ちるんだよね主人公の風との相性かもしんないね。はい回避、冷静にね、あんまり焦らなければこれ大丈夫なんです全然。はい、週末のフィラーレみたいな技です。これでまたダメージ床にされますので、冷静にねこう横に移動していってかわしましょう。でここで敵の攻撃多分ね1回来るんですよ。でこれが突進だと当たるんで、ほら一応かわしてゆっくりですからね、もう正直そんなに焦んなくて大丈夫です。なんかね結構悠長にね攻撃してくるんでこれがなんか敵の絶好の攻撃のチャンスだと思いきや、もう大して攻撃してこないんで、はい、これでダメージが抜けましたね。で次あれやられたらもう安全エリアもう なくなりますので、これで蹴りつけましょう。安全エリアがなくなったらずっとふわふわ飛んでるしかないです。上昇気流が常にあるんで、はい、これは右からいきますね。右から来るぞ、気をつけろってやつです。次で仕留めたいですね。だからこの攻撃で、半分以上削っておく。よし OKOKOK、星5持ってる方だったらもっと楽にいけるかもしれない。ディルックとか持ってる人だったらものすごい楽だと思う。羨ましい、ください、ディルックください。星5出ないんですよ私、そういう星のもとにね生まれてしまっている、そう言っても過言ではない。あーチクチク、指の隙間をやっていく。指の隙間って痛いよね。うん、そういうね人間じゃないけどこの弱点をついていく、それが寛容。さあ行きましょう、ラストアタック、これがラストアタックになるか。はい、雷出します、ぬいぐるみを出します、はい殴ります。いけるかな、いけるかな、 OK、 はい討伐成功でーす。はい、こういう感じですね、ありがとうございます。はい、じゃあ報酬いきましょうね。カパッと、天然樹脂は60使います。亡命者の懐中時計ありますね。青。いいですね、いいですね。はいはい、アメジストに。まあ、強戦士はもう、なんかみんなもう、耳にタコとイカができるぐらいね、見てると思うんで、見てる？聞いてると思うんで、あっ！これです！私が欲しかったの！
来た剣闘士、これ剣闘士シリーズがぶっ壊れてますので、もう皆さんあのトワリンをやる際はこの剣闘士が出ることを祈りながらやるんですよ。これが一番重要です。指揮者のハット、あ、これはちょっと分かんないな、後で見てみよう。いや豪華ですね。もう1週間に1回しかできないのがもう本当に悔やまれる。で、こちらのねトワリン討伐なんですけれども、ですね、1週間に1回しかあの報酬が受け取れません。まあ、豪華すぎるんでね、もう本当に毎日、いや毎秒やりたいぐらい、あの本当にいいんですけども星5のやつは運が良すぎる。もうありがとうございます。もう放送でね、もうだいぶいい取れ高になったんじゃないでしょうか。でちなみにこれはマルチプレイで友人のサーバーに行って一緒に討伐をして受け取るっていうこともできないです。1週間に1回しか報酬はもうとにかく受け取れません。まあ手伝うことはできるんですけどね、まあ、あのマゾップしたい方はあの戦ってもいいですけど、まあでも練習にはなるんでね、まあ、こう戦ってなれるっていうのも一つの楽しみかなとは思います。ということでね、あの参考になった方はぜひぜひ高評価、チャンネル登録、通知ベルの方もよろしくお願いします。もう結構スムーズに倒せましたね、ありがとうございます。まあ、星4以下でももうバッチリ倒せるということが証明できたんじゃないでしょうか。ということでね、皆さんも討伐頑張ってください。キリハチャンネルのキリハでした。お疲れ様です。バイバーイ。またね。